ありがとうございます。島内さん持ってるバットの本数と持ってる靴の数、東北で何本ほんまにやばいです。バットの量ほんまにやばいです。なんかいろんな選手からこうもらってたりとかしますよね。それもあると思うんですけど、ロッカーとか行ってバット見たらもう全部島内さんのことで、バットの取り扱い方法について一番知ってて、すごい細かい、まあ、詳細は教えられないんですけど、さっきいろいろ教えてもらいました。すごいすごいためになりました。本当にすごいで、で靴も同じぐらい。靴はやばいです。毎日新品の違う靴履いてくる。もう一個いいですか。はい。茂木さんめちゃくちゃ生クリーム好きです。そうなんですか。僕も生クリーム好きなんですけど、はいはいはい、こう超えていく。で、のりさんいるじゃないですか。のりさんめっちゃモンハン強いです。おはようございます。あ、ちょっと茂木選手、はい、今黒川選手から聞いたんですけど、はい、生クリームお好きなんですか。はい、はい、僕好きなんです。どうなってる状態が一番好きですか。生クリーム、そのまま飲める。そのまま飲める。僕も飲めるんですけど、ここで友情が芽生えます。生クリーム同盟っていう。どうですか。ごめん。いや。何それ。友情とか言ってるんですけど。いいじゃないですか。友情とか言ってるんですけど。いいじゃないですか。何個離れてますか、二人。何個ですか。計算できる。八個。八個。そんな。何歳ですか。27。うわ。7個か。で、嬉しいっす。いいですね。また自分が気になる生クリームスイーツあったらプレゼントします。あといらないです。いらないです。絶対食べるし。で、茂木選手から逆に黒川選手にも。何生クリームですか。いいのスイーツですか。うん、いろいろ勝てない。師匠には勝てないので、いろいろレクチャーしてもらいます。、はい、そんな関係なんですね、はい、なるほど。師弟関係です。師弟関係、はい、師匠、師匠でした。早稲田の後輩なんで。いや、この前見たんですよ、黒川探偵。はいはい、見させてもらって、はい、なんかマジで早稲田って感じとかなんか言ってたんですけど、早稲田知らないんですよ。一般的な庶民の早稲田のイメージあるじゃないですか。はいはい、どんなイメージ。どんなイメージ。襟が立ってる感じ、説明ボタンが一番上まで閉まってる感じ。これ閉まってるじゃないですか、ボタン。そういう感じです。そういう感じですね。いや、わかりません。隙がない、隙がないです、森さんは。いや、隙だらけです、隙だらけ。僕好きだらけです。好きがない。だから好きがないって言ってるってことはまだ親しくない。なるほど、まだ好きの部分を見てないってことですね。結論から言ったらです、はい、まだ親しくないんで。スケール好きがないです、まだ、はい、いや、もう入ってこようともしてないんで。仲、はい、いいんだか悪いんだか分かんないな。悲しいです。はい、ありがとうございました。まず情報収集したら。はい、ありがとうございます。筋肉やばいっす。ロナウド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 。クリスチャーノ。クリスチャーノロナウド。タケさん。どっちか。入らへん。めっちゃかっこいいし。でもファインプレーとかして、画面抜かれて、タケさん結構あんまり嬉しくない感じ出すんですよ。ヒット打っても。でもロッカーの裏帰ってきたらめっちゃ喜んでます。子供のように。それはやっぱり裏 が、ね、裏が分かる人じゃないと分からない情報ですね。お父さんの好きなおにぎりの具はツナマヨ。副探偵に篠井さんお願いします。副探偵だそうです、島内選手。まあ、明日以降ちょっと報告します。裏の裏情報を知ってます。僕の裏情報ですけど、裏の裏です。明日ちょっと。わかりました、お待ちしてます。会社大学で、ね。